ちょっとね思いついた話ちょっとしようかなと思います。僕のねチャンネル名新多祖元ブログっていう風に、してます。名前のね由来というかね、ちょっとその辺ね、興味ある人あまりいないと思うんですけど、少しねお話ししようかなと思います。まずね、皆さん、ご想像通りなんですけど、真は、自分の名前、そのものです。真がつくので、真というふうに名前がついているという形ですね。じゃあ多祖ってどういうことっていうのが、なかなかね、疑問に思うところなんですよ。でこの多祖っていうのがね、自分の名前とは全く関係がありません、これはね、昔の昔って言ったらあれですけどね、20年ぐらい前か、20年も経ってないか、ミクシーってありましたでしょ。ミクシー、多分僕同年代の人っていうのは大体経験あると思うんですよ、ミクシー。今もはねあると思うんですけど、一切開いてないんですよね、アカウントもね。その時のハンドルネームがタソっていう名前です。で結構ねこういろいろ名前決めようかなっていう時に、シンっていうのと、出会ってる方って結構いらっしゃる。でタソっていうとまた結構いろいろねいらっしゃる。でも一緒に使ってる人ってちょっと知らないんですよ少ないかなと。なのでつないじゃったと。でシンタソという形にしてます。じゃあその多祖って何なのという話ですわこれがね話せば長くなるんですけど、そのミクシーでねこう最初、柏ってつけてたんですもう意味わからないでしょ、もう柏どっから来たんて。その昔ですよ、僕がねシュッとしてた頃、高校とかね、シュッとしてた時、何回言うかしら、シュッとしてた時ね、このシュッとしてた時に、俳優のね、柏原孝さん、最近ね、なんかと色々あって、お見かけしませんけど、あの方にちょっと雰囲気似てるねと言われてた時期がちょびっとだけありました。ほんとちょびっとですね。なので柏とつけてたんですよ。で、その柏ね、そのミクシーの中でなんか言いにくいと、呼び捨てにもしにくいと。でタンってつけられたんですね、柏タンね、柏タン、これ漢字だったんですか、カタカナだったんですか、それ大体読めるでしょ、ソがね、運がソに見えたで、ある日突然柏タソって何みたいな話になって、いやタソ違うと、タンやという話だったんですけど、もうタソでいいんじゃねって話に膨らむわけですよ。その膨らむ意味わからんでしょ、僕もわからない。なので、柏から柏さん、柏多祖、多祖という感じで変化していって、最終にスタートから全く何も関係なかった、多祖だけが残ったんですよねなので、その
ミクシーだけでつながってた方とかもいたので、で、遊べすみたいな話をねやってたんですよ。で、まあその名前だけがずっと残ってて、うん、何しようかなとなった時にと思い出したと。あ、そういや俺パソって使ってたなで、じゃあ名前のシーンと、昔からハンドルネームで使ってたパソと足しちまえということで、シーンパソという風になりましたとそんな話ですどうでもいいくっそどうでもいい本当ね、ごめんなさいね、どうでもいい話で。まあね、ちょっとそんな話をね一変するのもありかなと思って話をしてみましたああ、日陰入ったら寒いわ